どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、こちらのオイルなんですけど、僕がちょっとオリジナルで作った、オイルなんですけど、これについて結構いろんなコメントだったりとかいただくので、ちょっと簡単に今日は説明させていただきたいなと思います。で、ベイビーヘアオイルっていうんですけど、どちらかといったらそのトリートメントオイルっていうよりはもう本当にヘアオイル、もうスタイリング用のオイルとして使っていただく方がベストかなと思うんですけど、一番の違いが、結構こう比較するとちょっとあれかもしれないですけど、こう N ドットの、ポリッシュオイルってあるじゃないですか。結構一番有名で一番多分売れてるオイルかなと思うんですけど、これとの違いが、一番で言うと、こっちが結構かなり濡れ髪になります。結構ウェッティーな髪の毛流行ってるかなと思うんですけど、結構そういう風にやられてる方多いかなと思うんですけど、結構そういう方にはかなりおすすめなオイルかなと思うんですけど、これは逆に、ウェッティーな方が苦手な方でも、なんか潤いが欲しいなっていう方だったりとか、ベタベタに見えがちな方っていらっしゃるじゃないですか。こうつけてなんか濡れ髪だったらいいけど、なんかこう頭が洗ってない印象になっちゃうっていう方に結構おすすめなオイル。なんか質感がどちらかというとちょっと軽くなってるんですよ。つけた時に潤いは出るんですけど、こうベタっとしない感じの、印象を受けるかなと思うので、つけると、なので、髪質的に合うのが、髪の毛の柔らかい方だったりとか猫っ毛の方、そういう方って結構こういう N ドットのオイルをつけると本当にベタベタになっちゃって、本当にぺちゃんこになっちゃう感じになるかなと思うんですけど、これはどちらかというとならなくて、でどちらかといったら髪の毛が潤いを出してくれる。でつける量にもよってはそういう方でもちょっと濡れ髪チックにはなります。なんですけど結構軽いのでオイルの質感が、なのでそんなにこうベタっとした感じの印象にはならないかなと思うので、そういう方に向けて作ったオイルになってます。で、髪の毛の量が多い方だったりとか、癖毛の方で、そういう方でもあんまりこうベタベタしたくないという方にもおすすめな感じで、で、オイルのこうつける量自体はこう結構軟毛だったりとか猫っ毛の方だったら2、3滴ぐらいこうやってこう出してあげるぐらいで全然 OK かなと思うんですけど、髪の毛の量が多い方だったりとか癖っ毛の方だったら、5滴ぐらいつけて、で出してつけてあげると結構ベストかなと思います。で一番の特徴が本当軽いっていうのもあるんですけど、こうつけるときにこう例えばこうやって出してでなじませてつけていくんですけど、髪の毛こうやってバーッとつけていくんですけど、オイルつけ方って前にやったんですけど、こう毛先から絶対塗ってくださいねみたいな感じで、でもちろんそのつけ方でやってもらったら全然いいかなと思うんですけど、こうやって今2、3滴出したんですけど、こうなじましていくじゃないですか。時間経つと普通のこうオイルっていうのはもう本当手拭かないとダメじゃないですか。でこれどっちかって言ったらもう本当手拭かなくて全然いいぐらいさらっと仕上がるんですよ。さらっとするんですよ。で一応こう潤いとかは結構こう出てるんですけど、これが言ったら髪の毛についてると仮定して、潤いは全然出てるんですけど、触った感じの質感がこうベタベタしないんですよ。変な話、こうやって服触っても全然 OK ですし、多少なんか革製品のものとか触ったら多少ちょっとその潤いがついちゃうかもしれないですけど、普通に多分お仕事このまましてたりとか、やってても全然問題にならないぐらいのベタつき具合です。手がどちらかというとこうさらっと仕上がる。で肌につけても別に問題ないんですけど、本当保湿の効果しかないので、結構潤してくれて、その乾燥をめちゃくちゃ防いでくれるっていう、なんていうんですかね、こう栄養成分みたいなのがそこまで入ってなくて、どちらかというとこうコーティングをしてくれる成分しか入ってないんで、正直肌とかにつけてもあんまり意味ないです。意味ないんですけど、言ったら保護をしてくれるので、ここからの乾燥は、防いでくれる効果があるので、普通にこう全体的につけてもらって普通の生活に戻ってもらっても大丈夫で、朝つけて、で個人的にはこうやっぱ髪の毛って乾燥絶対してくるので、朝つけて、例えばじゃあお昼とかあと夕方、お昼とかはご飯食べた後とかにちょっと髪の毛直したりする方多いかなと思うんですけど、そういう時に1回つけて、
また毛先中心につけてもらって、で多分根元の方とかにつけてもまあいいんですけど、多分ベタベタになっちゃうんで、他のオイルとかも一緒なんですけど、なんで基本的にもう、2回目つける時も毛先につけて、で根元とかはやっぱりこう汗とかかいたりとか、まあ、油とか出てくるんじゃないですか、皮脂とかが。なんで、まあ、そこでちょっと自然な感じにウエッティな感じになる方もいらっしゃるかなと思うんで、根元にはつけてなくて毛先とか中心につけて、乾燥してるところにつけて、潤いをキープしてあげる。で、まだ夕方とかにこう、まあ、お仕事だったりとか学校とか終わった後に、もう一回またつけてあげる と、そこから遊びに行く時にまたちょっと潤ってる状態になってくれるかなと思うので、まあ、僕個人的にはまあ1日3回ぐらい使ってもらう、でさっきの分量、でやってあげると、猫系の方だと 2、3滴ぐらい、まあ、ぐらいつけてもらって、で、髪の毛の多い方だったりとか癖毛の方は、まあ、5滴ぐらいつけてあげるといいかなと思います。で、まあ、パーマヘアだったりとか、まあ、巻いた髪の毛につけてもらっても全然いいんですけど、まあ、巻いた髪の毛取れやすい方は正直オイルなので、カールがダラッと垂れやすいかなと思うので、まあ、取れやすい方はあんまりおすすめしないです、正直オイルなんで。結構髪の毛に重さがちょっと出ちゃう部分も多少あるので、結構しっかり巻いててもやっぱりそのオイルの重さでこうカールがダラーンとしてきてしまう可能性があるので、あんまりおすすめはしないです。で、まあ、ストレートヘアだったりとか軽くこうワンカール巻いてるヘアスタイルとかには結構使えるかなと。で、まあ、パーマヘアとかでも全然使ってもらってもいいかなと思うんですけど、やっぱ、軽いのでパーマヘアだと結構こう乾燥してしまう可能性があるので、まあつけてもいいけど、どっちかというとムースだったりとか結構ウエッティな感じの質感のオイルとかを使ってあげるといいと思います、パーマヘアの方は。まあ、ストレートだったりとかワンカールとか巻いてる方はこっちで全然 OK かなと思うんですけど、まあ、そういう方に使ってもらったらいいかなっていうオイルになってます。なんでちょっといろいろ説明させてもらったんですけど、やっぱり、まあ、個人的にはベタベタしたくない、でも潤いが欲しいっていう方に結構おすすめなオイルになってますので、今までのオイルがちょっと重たくてちょっと苦手っていう方は結構使えるかなと思います。で、これのちょっと販売先なんですけど、今、僕がこう働いてるこうバンブっていうお店なんですけど、ここと、あと、まあ、サロミーライブっていう、アプリケーションあるんですけど、その中でしか今正直買えなくて、でウェブサイトも今作ってるんですけど、結構かなりお問い合わせいただいてて、どこで買えるのとか結構言われるんですけど、まあ、一番結構手っ取り早く買えるのは、まあ、サロミーライブで、まあ、ちょっと登録しないとダメっていう、まあ、手間というかはあるんですけど、まあ、それを、登録してもらえたら使えます。で、まあ、関東近郊にいらっしゃる方だったら、まあ、バンプうちに来てもらえたら、一応購入できる形にはなっているので、欲しい方は、今郵送はうちからはしてないので、サロミーからはやってるんですけど、欲しい方は、店舗に来てもらって購入することはできます。なのでちょっと、購入するとき面倒くさいんですけど、まあ、ウェブサイト作ったらもうそこから買えるようにはなるので、で今、いろんな、なんだろう、ショップだったりとか、場所でも、売れるようなちょっと手続きをちょっとしてるので、いろんなところに買える商品になるかなと思うので、まあ、欲しい方はちょっとね、ずっと言っていただいててすごいありがたいんですけど、なかなかすみません、買えなくて申し訳ないです。なんですけど、いろんなところで買えるようにちょっと今頑張って動いてますので、それまでちょっとお待ちください。で本当に結構僕個人的にはおすすめで、まあ、そんな大きく、まあ、100ミリなんでそんなにめちゃくちゃ大きくないんですけど、まあ、大きくないからこそこうバッグにちょっと忍ばしてあげたりとか、会社だったりとか学校に置いといてもらって、 できれば、まあ、ちょっとやらしい話、人の前で使ってください。まあ、そうすると、それ何って言ってちょっと広がってくれて、結構、まあ、なんていうんですかね、いろんな方に使ってもらえるかなと思いますので、まあ、いやらしい話ですけどね。なんで、まあ、こういうちょっと軽めのオイルが、使ってみたい方だったりとか、よかったら使ってみてください。結構おすすめです。まあ、こんな感じでちょっと簡単に今日はオイルの説明させてもらいました。また、リクエストだったりとかコメントもお待ちしております。この動画も良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。
ちょっと最近見れてなくて、コメントもちょっと見れてないんですけど、ちょっとしっかりと皆さんのコメント見させていただいて、また次の動画につなげていきたいと思いますので、コメントもどんどんください。ライブやるときはまた告知、コミュニティだったりとかで告知をさせていただきますので、よかったら見てください。それではまた、さよなら。